いよいよ発売されるファイナルファンタジー12。発売日を心待ちにしている君のために、イバリスの世界をギュギュッと先行体験。まずは王都ラバナスタに行ってみよう。物語の最初の町となる王都ラバナスタ。ヴァンとパンネロの生まれ故郷でもあるこの町は、広場や市街地、それからダウンタウンなど複数の区画によって分かれている。まずはヴァンと一緒に外門前広場から歩いてみることにしよう。次にヴァンが訪れたのは市街地の東部。この区画には冒険に欠かせない道具や武具などのショップが多く点在する。ではヴァンがお世話になっているミゲロさんの道具屋に入ってみよう。刺繍が施された絨毯、ラバナスタ独特の模様が描かれた壁。少し店内は暗いが、全体的に落ち着いた雰囲気だ。棚には生活用品や冒険に必要な道具がきれいに並べられている。次に訪れたのはラバナスタ市民が多く集まる酒場、酒井亭。ここでは町の噂や情報を聞くことができるぞ。また全国から寄せられたお尋ねモンスターモブに関する掲示板も設置されているのだ。今度は市街地西部にあるムスルバザーを覗いてみよう。バンガ族、ビエラ族、ヒュム族などさまざまな人種が集まり、露店を開きにぎわっている。思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれない。最後に紹介するのはラバナスタダウンタウン。ここは光の届かない地下倉庫を改築して作られたエリア。ヴァンの知人や仲間が生活している場所でもあるぞ。
ファイナルファンタジーシリーズおなじみのアクティブタイムバトルをより一層進化させたのがファイナルファンタジー12のアクティブディメンションバトル。実際のバトルシーンを見ながらほんの少しこの画期的なバトルを体験してみることにしよう。まず従来のシリーズと同じく戦闘はコマンド選択方式のバトルであるということを忘れずに。コマンドを選択する際は時間が止まるので慌てずゆっくりと戦略を練ることができるのでご安心を。コマンドを選択する際やバトル中に出現する青、赤、緑のライン、ターゲットラインと呼ばれるこのラインはアクティブに展開する対象物をより明確に示すものなのだ。青いラインは味方から敵へ、赤いラインは敵から味方へ、緑のラインは味方から味方への回復または回復行動を示しているぞ。バトル中はこのように操作するキャラを自由に切り替えることができる。そしてアクティブディメンションバトルをより一層簡単で面白くしてくれるシステムがガンビットと呼ばれるもの。バトルに参加しているキャラクターの行動を設定することで仲間が自ら指定されたガンビットに沿って自動的に戦闘を行ってくれるのだ。例えばボムキングは水に弱い敵、ガンビットに黒魔法のウォータなどを組み込むと効果的だろう。ガンビットを使いこなせばバトルがよりスピーディーで白熱したものになるぞ。もちろん自分でコマンドを選択していきたい場合はガンビットをオフにしよう。切り替えが可能であることを忘れずに。短い時間だったけど、イバリースの世界を感じることはできたかな。2006年3月16日、12番目の物語の幕をぜひとも君の手で上げてほしい。それではイバリースの世界で。